家早安。早安。今天早上发生了一个噩耗。文章の携帯が壊れました。让文章一早都超忧郁的，他就不能抓他的宝可梦了。でも大丈夫、ルーちゃんも一緒にやらないから。ありがとう、ルーちゃん。不客气。一緒にポケモン頑張ろうね。携帯ないのがね、逆に二人の時間があるんで。楽しいかなと思います。刚才我跟文当去柜台结账的时候，他们还给我们这个礼物，这个是昨天吃晚餐的时候拍的。他们说结账的时候会给我们照片，结果没想到连相框都有。然后相框后面他们又给我们一张他们做的卡片，すごい感動。これは全然依頼とかしてないんで。いやこれ本当いい思い出。本当ね、すごいよね、嬉しい。本当この温泉旅館みんなにおすすめします。いい思い出になったね。いや美味しかったな。昨日はもうぐっすり寝てたしね、ルーちゃんもぐっすり寝てた。ここの暖房本当人をためにする、めっちゃ気持ちよかった。朝もね、活動するまで時間かかった。めちゃくちゃ寝てた、ね、じゃあこれから市内の方行きましょうか。ワンピースの銅像も見に行くぞ。因为文丹的手机坏掉，我们现在车子里面没有音乐，所以这次的音乐担当就要交给我。ルーちゃんどういう音楽がいいの？ジャニーズメドレーとかにしてもらおうかな。もちろんいいですよ。チキチキソースとか。チキソースチキソースイエーだから僕らはスーパーボーイ。 We are cool。跟大家说，我们两个现在来看熊本的鲁夫铜像。今目の前すごい綺麗な景色です。めっちゃ綺麗。超漂亮，给大家看。给大家看。超级漂亮，不知道大家有没有看到鲁夫？鲁夫又在那个最中间，走吧。綺麗。ね、本当綺麗。黄色の世界じゃん。しかもなんか後ろ姿でかっこいいやつがいるな。ルビーでしょ。なんか東京でも今回なんかあまりイチョウとか見に行ってなかったからさ、そういう機会があってよかったね。雨が降ってなかったらもう完璧。二人の足見て、床一面好漂亮哦。すごい、本当来てよかったね。ルブの銅像好帅哦。好帅ね。しかもね、小田栄一郎さんの手だよこれ。すごい。好帅哦。いいね、この天真爛漫な顔がかっこいいね。あとこの筋肉。すごいね、熊本に来て本当よかった。ねえ、熊本帰ってよかった。こういうところでしか見れない景色だね。結婚1年おめでとう。看完鲁夫的铜像，我跟文当现在来到一个最怀念、最怀念、最怀念的地方，就是 Sakuramachi。我们两个在熊本的时候，几乎每个礼拜都会来吃他们的寿司。离开熊本之后，超想念的。这次想说回熊本一定要去吃。寿司が一番懐かしいよね。ね、お寿司楽しみ。いつも食べてたからな。就是这一家真的超好吃的。美味しそう。もう食べに行こう。行きましょう。他这个点菜菜单有变呢。先是文当的味噌汤，他们这个味噌汤超级好喝，而且他们的这个蛤蜊超大的。今日の味濃いわ。美味しい。よかった。熊本のお味噌汁ちょっと味が違うのよ。美味しいよね。なんかお酒が入ってるのかな。うん。今朝の朝ごはんの味噌汁もちょっとお酒入ってる感じがした。那他们这里的酱油就是这个甘口。有点甜的九州酱油，这个真的超级好吃。我跟文当就是吃了九州酱油之后，我们再也离不开了，真的很好吃。大国有机会来九州的话，一定要吃吃看比较甜一点的酱油，那鱼吃起来完全又是不一样的味道哦。嗯，やっぱこれや。好喝。好喝。我也来喝喝看。どうしてこんな美味しいんだろう。なんかちょっとコーンスープの味が。そう。我爱熊本，然后是茶碗蒸，嗯，好吃。文当刚才那个茶碗蒸，我也吃一口，好好吃哦。ルーちゃんいつも頼まないのに今日三口食べたね。美味しかった。アサリ、エビ。然后我跟文当点的寿司也来了，我们点了甜虾，还有
鲑鱼，其实我跟文章就是最想吃的是鲑鱼肚，还有炙烧鲑鱼肚，可是都已经卖光了。其实我们在熊本的时候也是，他们都卖得很快，因为真的太好吃了。那这次也没有点到，没关系，下次再来。ここの天ぷらとか唐揚げとかはさ、衣がね、油っぽくないんだよね。そう。ボンバンバンバンいっちゃう。好好吃哦，就是这个怀念的味道。而且有很多店家的鱿鱼饺都会咬不碎，他们这一咬就断，很好吃。然后接下来要吃我跟文章最爱的甜虾。其实文章本来没有很喜欢吃甜虾，是吃了这一家之后才发现甜虾原来这么好吃。ここはね、めちゃめちゃとろみがあって美味しいんだ。本当は来ない。めっちゃ美味しい。他们现在还有出秋季的菜单，我觉得这里好像有更得 build up 的感觉。就是东西好像变多了，然后我们还点了熊本有名的生马肉，而且它因为这个价钱比较贵一点点，送来的盘子竟然是金跟银的闪亮亮盘。あの今回は結婚1年記念旅行だから、ちょっと贅沢してもいいかなと思って頼みました。普段はあまり頼まないんですけどね。私が食べたかったのはこれです。やっぱ美味しいね馬刺しは。なんかね歯ごたえすごいあるんだけど、噛めば噛むほど。我一下看这店，我现在跟文章走在熊本的商店街，看到这家是我们之前有吃过的中国料理。こういう風になんかさ思い出しながら歩くの楽しいね。ふーちゃんはここで服買ってたね。あ、買ってたわ。懐かしいね。1年前って言ってもなんか最近のように感じるね。すごい。文章跟熊本的街景。熊本城。哇，本当懐かしいな。本当久々に来た、1年ぶりに来たよ。嗨，大家，我跟文章现在已经在熊本机场了。我们俩刚才买了很多お土産，然后呢，在熊本机场这里还有吃饭的地方。等一下给大家看我们点了什么。我跟文章住在熊本的时候，虽然也是常来熊本机场，可是从来没有在机场吃过东西，所以超期待的。熊本の有名なものいっぱい詰まってる。赤牛もあるし、馬刺しもあるし、サラダチクワもありました。サラダチクワ。めちゃ楽しみ。文章的沙拉竹轮来了，这个真的是熊本的名产。它里面的沙拉呢是马铃薯沙拉，文章超喜欢的。本当ね、前初めてね食べた時衝撃を受けたんですよ。めちゃくちゃ美味しかったんですよね。それがね今日また食べるということで楽しみにしてます。マリンスが入ってますよ。美味しい。ね、美味しそう。これはね、ぜひ東京でも作ってほしい。然后我点的天妇罗荞麦面定时也来了，它整个分量意外的好大哦。然后我还另外点了一个，噔噔，马肉可乐饼，然后是文章的阿卡乌西咖喱，いただきます。美味しいよ。はいチーズ。はいチーズ。他们这里的天妇罗也很好吃，荞麦面跟天妇罗定时就是哪里都有卖的东西。可是它这个天妇罗里面的虾子没有嚼劲，很好吃哎，意外。なんで残してるか知ってる？知らない。ルーちゃんのために残したんだよ。トマト嫌いで言えばいいじゃん、もう本当のこと。食べてあげるよ。もちろん。いや今回長旅でたくさんね自動車で運転したんで、ルーちゃんがマッサージしてくれてます。シシェルーちゃん。いやルーちゃんのマッサージマジ気持ちいいんだよな。いいとこをねやってくれるんだよね。今回のね熊本旅行はね幸せが詰まった本当いい旅行でした。本当思い出がたくさんありましたね。本当濃い2日間だったね。熊本は本当すごいいいところなので、もし皆様日本来ればもうぜひ熊本をいらっしゃってください。うん。然后呢也祝我跟文章结婚一周年快乐。おめでとう。那我们下次影片再见，大家再见，拜拜。拜拜。